ソニーはこれまで感動を生むテクノロジーを作ってきました。そして誰も体験したことのないような新しい価値を見つけてきました。だからこそこの先の未来も人々と喜びや驚きを共有するために、今の地球や社会に真剣に向き合い、企業としての責任ある行動を示すだけでなく、課題解決への貢献を目指しています。ソニーは2010年から環境負荷ゼロを実現するための環境計画ロードトゥゼロを推進しています。製品ライフサイクルのステージごとに環境に関する4つの重要な視点の目標を設定し、環境負荷ゼロに向けて活動しています。気候変動の領域において環境負荷低減活動を加速し、スコープ1から3までを含むバリューチェーン全体でのネットゼロの目標達成を10年前倒しし、2040年を達成年としています。このロードトゥゼロは地球環境に対して果たす責任を象徴するものですが、これに加えてソニーはこれからの生活や社会システム、ものづくりを大きく変えられるような新しい技術や研究開発にも前向きに挑戦しています。この度ソニー本社でソニーズストーリーオンザエンバイロメントを公開しました。環境負荷の低減や改善に貢献するさまざまな技術をその兆しから構成し、地球、社会、人の3つのスケールで展示しています。この展示を通して守るべき地球を捉え、そこに暮らす私たちが共にどのように責任を果たし地球に貢献していけるのか、皆様と一緒に考えるきっかけにしたいと考えています。それでは11の取り組みをご紹介します。今地球では何が起きているのでしょうか。宇宙から見えるこの惑星はどんな姿なのでしょうか。身近でありながら全体がつかみにくい地球をさまざまな方法で探ります。宇宙の視点をテクノロジーの力で人々に解放し、エンターテインメントの力で宇宙感動体験を世界に広めることに挑戦しているスタースフィア。宇宙から見るだけではなく、宇宙を通して物事を捉え考えてみることを意味する宇宙の視点を大切にしています。地球環境に思いを巡らすこともその一つです。東京大学 JAXA とともにソニー製のカメラを搭載した超小型人工衛星を開発し、今年の冬の打ち上げを目指しています。誰でも自由に操作・撮影できる人工衛星を通して宇宙とつながり、宇宙の視点を発見することで一人一人の価値観と社会が変わり、地球環境がより良い方向へと変わっていく世界を目指すことに挑戦していきます。人工衛星打ち上げ後は撮影シミュレーターを使ってユーザーが意図した動画・写真の撮影が可能となるサービスを検討しています。衛星がいつどこを飛んでいるか確かめられるだけでなく、衛星の画角やカメラ設定を事前に試すことができます。また地上のさまざまな場所、昼と夜、太陽や月、天体が作り出す宇宙視点の構図やカメラワークを工夫できます。こちらのデモンストレーションスペースシューティングラボでは、実際のサービスに先駆けて宇宙の視点を発見する体感型宇宙撮影の場を提案する実験的なシミュレーターの操作を体験できます。撮影シミュレーターによる宇宙とつながる体験を通じて、思いもしなかった地球や宇宙の姿、そして身近な社会に対する新たな気づきを得られるかもしれません。地球上のあらゆる場所をセンシング可能にする仕組みの実現を目指す地球見守りプラットフォーム。ソニーの技術を活用し、地球上の異変の予兆を捉え、人々にフィードバックすることでサステナビリティにつながる行動を促します。予兆情報を有効活用し、持続可能な未来を考え、具体的なアクションを取るための原動力にして、環境破壊の未然防止や自然災害の予兆検知、農業・畜産業の生産性向上などにもつなげていきます。
地球見守りプラットフォームは変化を捉えるセンシングと超低消費電力 HAI、 変化を伝える超広域センシングネットワーク、変化を理解する予兆分析の3つのコア技術で構成されます。プラットフォームの実現に向けて世界中のさまざまな場所でフィールドワークを行っています。例えば北海道大学の共同研究では、無人トラクターなどを用いるスマート農業にソニーのセンシング AI 技術などを応用することで高度な農業 DX を目指しています。地球温暖化や世界人口の増加から生じる食料問題、農業が抱える就業人口及び高齢化などの課題の解決にもつなげていきます。当たり前とされてきたシステムが変わるべき時代に来ています。インフラ、エネルギー、農法など日々の社会生活に広く関わる新しい基盤を実現するための技術を開発しています。大型 LED ディスプレイ、カメラトラッキングとリアルタイムエンジンを組み合わせた撮影手法であるバーチャルプロダクション、大型ディスプレイに表示した 3DCG 背景の前でオブジェクトや人物を撮影することで、後処理なく 3DCG 背景と合成したような映像制作を実現します。ソニーはデジタルシネマカメラ、ベニスなどのカメラ技術とリアリティを忠実に再現するクリスタル LED ディスプレイなどのディスプレイ技術を組み合わせ、より高品位な映像制作を実現しています。クリエイターを場所や時間の制約から解放し、映像表現の自由度を大幅に高めます。撮影スタジオの中であたかもリアルなロケーションで撮影を行ったかのような映像制作が可能なこの映像手法を活用することで、ロケ地へ撮影のためにスタッフが出向く必要がなくなります。現地での発電機の使用やスタッフやセットの移動にかかるエネルギーが不要となり、温室効果ガス排出量の削減にも貢献します。またセットや小道具を再利用することも可能なため、資源の削減にもつながります。ソニーが2020年に発表したモビリティの進化への貢献を目指した取り組み、ビジョン S、 より人に寄り添うモビリティを目指して進化を続け、安心安全のための技術開発やエンターテインメントアダプティビリティを軸に開発を継続し、 CES2022 では SUV の試作車ビジョン S02 を発表しました。 EV はマイクログリッドにおける大容量電池の役割を果たします。またビジョン S には 5G ネットワーク機能が搭載されていますが、オーバージエアーでシステムをアップデートし、車を持続的に進化させることが可能です。ソニーでは EV とクラウドプラットフォームを環境に貢献しうる技術と位置づけています。竹、リサイクル材を一部に使用したマイクロファイバーなどの環境負荷の低い素材をシート、ドアトリム、コンソールなどに使用しています。またトリポーラスをフロアマットに使用し、移動空間内での空気環境改善にも役立てています。さらに EV のバッテリーは再生可能エネルギーの有効活用において重要な役割を担うことができます。ビジョン S を地域のマイクログリッドの一要素に組み込むことで、低炭素社会の実現に貢献していきます。画素チップとロジックチップを重ね合わせた積層構造を用いて、ロジックチップに AI による画像解析処理機能を搭載した世界で初めてのイメージセンサー IMX500。 画素チップで取得した信号をセンサー内で AI 処理することで、高性能なプロセッサや外部メモリーを必要とすることなく、エッジコンピューティングを実現できます。 IMX500 はイメージセンサー内でデータ処理を行うことで、撮像データに属する意味情報であるメタデータのみを出力することが可能です。積層技術によるイメージセンサー自体の電力効率向上だけでなく、クラウドに流れ込むデータ量を大幅に削減することで IP トラフィックやデータセンターの負荷を低減します。これにより消費電力を抑え、排出される CO2 を削減することができます。交通渋滞の低減などローマ市での社会課題の解決に向けた実証実験、アメリカノーマッド号車による
ビル内の空調システムインテリジェント化に伴う電力消費抑制ソリューションなどにおいても IMX500 を搭載した AI カメラが活用されています。再生可能エネルギーを利用した分散型の新しいエネルギーシステムであるオープンエネルギーシステム、太陽光発電などの分散発電源と分散蓄電装置をつなぎ、独自の電力融通技術を活用することでコミュニティ内で電量融通が可能になります。化石燃料を用いた集中型電力システムへの依存度を減らすことで気候変動の抑制や生物多様性の保全・回復に貢献します。徳島県三好市の馬場地区でワーケーション施設を中心にオープンエネルギーシステムを構築し、産官民が連携して実証実験馬場プロジェクトを行っています。宿泊予約や天候予測に基づいてシステムが充電計画を自動的に作成、太陽光で発電した電力を可能な限り自家消費できるように、使用状況に応じて最も効率的な電力融通を自律的に実行するシステムの開発を進めています。また電気自動車によるエネルギー運搬や地域内移動搬送システムとの連携を検討しています。地域の活性化に貢献するだけでなく、脱炭素社会の実現と地域レジリエンスの強化にチャレンジします。私たちが日々選び使うものは何から作られているのでしょうか。環境への影響を考えるきっかけを生むとともに、できることから一つずつ人々への新しい選択肢を作ります。もみ殻から生まれた天然由来の多孔質カーボン素材トリポーラス、特許を取得した独特の微細構造により水や空気の浄化など幅広い応用が期待されています。トリポーラスの原料である米のもみ殻は日本で年間200万トン、世界で年間1億トン以上排出される余剰バイオマスです。余剰資源を再生活用することで循環型社会、地球環境負荷の低減にも貢献しながら世界に次のブレイクスルーを生み出していきます。トリポーラスは現在アパレルやインテリア、化粧品や薬剤に至るまで幅広い分野で製品展開されています。繊維にトリポーラスを応用することでその特徴である消臭・抗菌効果を持つ生活用品のアイデア、トリポーラススペース QOL シリーズを JAXA が開催した第2回宇宙生活・地上生活に共通する課題を解決する生活用品アイデア募集に提案し、この度国際宇宙ステーションへの搭載に向けたアイデアとして選定されました。その一つであるリラクシングウェアの開発が完了し、2023年以降国際宇宙ステーションへの搭載が決定しました。使用済み水ボトルや廃棄される光ディスクなどを素材として活用し、再生材利用率最大 99% を実現した難燃性再生プラスチック総プラス、開発が始まったのは今から約20年前。事業所で排出される廃プラスチックを有効利用するための研究の中で、ポリカーボネート樹脂に対してごく微量で高い難燃性を発揮する独自の難燃剤を実用化しました。そしてその難燃剤と各種添加剤を廃プラスチックから再生した原料にブレンドすることで、再生材利用率は高いまま流動性と強度のバランスを実現しています。ソープラスは複数回のリサイクルを想定した試験でも添加物に起因する劣化がほとんど見られず、難燃性ポリカーボネート樹脂として高い耐久性を実現しています。また再生プラスチックでありながら色のくすみが少なく、塗装処理なしでも鮮やかな色とツヤが表現可能です。さまざまな日用品の素材として活用されており、こちらの 4K 有機 EL テレビブラビア A95K、A80K、A90K シリーズはテレビで最も面積の大きい背面カバーにソープラスを使用し、美しい仕上がりを実現しています。
サトウキビ、市場回収したリサイクルペーパーを原料にする紙素材、オリジナルブレンドマテリアル。原料は環境サステナビリティの観点から産地を特定したものに限定し、ソニーが見極めたものを使用しています。こちらのヘッドホン WF1000XM4WH1000XM5 のパッケージに採用されています。また実はこのソニーズストーリーオンザエンバイロメントの展示重機の一部にもオリジナルブレンドマテリアルを使用しています。オリジナルブレンドマテリアルはどこの何をどのようにしてこうなったというストーリーをお客様に伝え共感いただくことにより、具体的な行動につなげていただくことを目指しています。デザインにもストーリーコンセプトが伝わる風合いを生かしながら、3種類の原料ブレンドにもこだわっています。今後も商品パッケージへの採用を進め、環境への取り組みについてお客様と共に考えていくきっかけにしていきます。ソニーはバイオマスプラスチックや再生材の素材開発に10年以上前から取り組んでおり、高品質な音を実現する再生プラスチックを開発し、さまざまなオーディオ製品に導入しています。性能をバージンプラスチックと同等まで改良し、設計を工夫することで内部部品を中心に使用してきました。2019年にホームオーディオで初めて使用し、材料により音の響きの影響を受けやすいサウンドバーやワイヤレススピーカーの一部にも使用されています。こちらのワイヤレスポータブルスピーカー SRS-XE200 と SRS-XE300 では、このような内部部品に高音質再生プラスチックが使用されています。またこちらのサウンドバー HT-S400 のサブウーファーでは、リアパネルに高音質再生プラスチックが使用されています。再生プラスチックの導入はこの他にもヘッドホンの外装部品にも広がっています。ソニーは世界中で深刻化しているプラスチックごみによる海洋汚染問題を重く受け止めています。2019年より海洋プラごみ対策アクションワンブルーオーシャンプロジェクトを推進し、製品においてもプラスチック使用量の削減や再生材の積極的な利用を進めています。特に大型の製品においては、安価で衝撃吸収率が高い緩衝材として発泡スチロールを活用していましたが、この度紙を原材料に発泡させた新たな緩衝材を開発しました。紙発泡材は回収古紙などの資材を粉砕したものを原材料としています。これに薬剤を加え発泡機に入れることで、空気の泡を含んだ紙発泡材を作ることができます。独自のレシピに基づき、パルプモードや段ボールなどの他の資材とハイブリッドに組み合わせることで、重量のある大型の製品にも対応可能な緩衝特性を達成した紙発泡材を開発しています。紙が原料なので加工がしやすく、軽量な製品の保護材として薄物シートにも成形できます。今後さらに改良を重ねて、各種包装に利用できる緩衝材としての採用を目指しています。ソニーの環境への取り組み、ソニーズストーリーオンザエンバイラメントのご紹介は以上です。いかがでしたでしょうか。今年10月18日から開催されるシーテック2022において、ソニーはずっと地球で感動を分かち合うためにをテーマとして出展します。今回の展示をはじめとしたソニーが取り組む環境に貢献するさまざまなテクノロジーをご紹介する予定です。ぜひソニーのブースにもお越しください。